はいこんにちは今日は反応熱の種類ということで見ていきましょうまずはこちらですさあガスコンロですよねガスが燃えることによって発生した熱これを使っていますよねさあ燃焼によって得られた熱なんですがちゃんとしたお名前があるんです他にも今日いろんな種類の熱があってそのお名前を学んでいきますしっかりやっていきましょう さあ燃焼熱と生成熱ということで見ていきましょうこちらですまずは冒頭の話だったんですがガスコンロにはこんなことが起こってるんですこちら見てくださいこれはプロパンという物質です実はガスコンロでプロパンガスでやってるところもあったりするんですねこいつが完全燃焼したら2,219キロジュール出ましたよという熱化学方程式ですさあここで着目すべきは今回 プロパンが1モル完全燃焼したらこれだけ熱量が得られましたよということなんですがこの熱にお名前があるんですそれがこちら燃焼熱と言います物質1モルが完全に燃焼するときに発生する熱量ということですねポイントは分質1モルなんですよここが2とか3じゃダメなんです1モルあたりでこんだけ出ましたよこの熱に対して 燃焼熱という名前がつけられていますしっかりと覚えてくださいではもう一つ生成熱なんて言葉がここに見えますよね一体何かチェックしてみましょうこちらです見てみるとどうやら単体同士からメタンという物質が生まれたという風うになってますねちなみに発熱反応だったという風に読むことができますさあこの生成熱って一体何なのか実はこちらです CH4 気体が黄色くなりましたよね確認しましょう生成熱というのは化合物1モルがその成分元素の単体から生成するときに発生または吸収する熱量のことを言いますいいですかまず化合物1モルが生成するときにということなので今回この化合物メタンですねこいつが生成するときに出入りしている熱のことを言うんです今回は発熱でしたもう一つポイント これはよく気をつけてほしいのが必ず単体からスタートですこれ絶対間違えないでください生成熱っていうふうに言いたければ左辺が必ず単体です単体からスタートして化合物ができましたよという熱化学方程式じゃなかったら認めちゃダメですよ超気をつけてくださいしっかりとまずこれこのイメージで押さえておいてください さあ続きまして溶解熱と中和熱ということで見ていきましょうこちらですねまずはこの溶解熱について見ていきますこちら見てください塩化ナトリウムをなんか AQ ってとこと加えてみるとこんなふうになりましたって言ってるんですけど実はこの AQ というのは多量の溶媒つまり今回の場合水ですねこれを表していますさあ NaCl 個体を多量の水の中に溶かしたら 塩化ナトリウム水溶液になりまして3.9キロジュールの吸熱がありましたよと書いてあるわけですさあこちらなんですが一体溶解熱って何のことを言ってるかこちらです溶質1モルを多量の溶媒に溶解したときに発生または吸収する熱量のことを言うんですねさあこの溶質1モルは今回こちらですよね NACL1 モルあたり水に溶解したら マイナス三点九キロジュール、つまり三点九キロジュールの吸熱がありましたよというふうにわかるわけです。溶解熱の定義、しっかり覚えておきましょう。そうすると気になるのは中和熱ですね。こちらです。見てください。塩化水素が多量の水に溶けている。これは塩酸のことですね。さらにもう一つ。水酸化ナトリウムが多量の水に溶けている。これは水酸化ナトリウム水溶液です。つまりこれは左辺ので。 中和を起こそうとしているんですねそれにて出てきたのは塩化ナトリウム水溶液、つまりこれは塩の水溶液ですよねそして水が出てきて56.5キロジュールの発熱がありましたという結果が示されています見てください一体中和熱でどこのことを見て定義するんだろうそれがこちらです酸と塩基が中和して水1モルが生成するときに 発生する熱量のことを指しているんですね。今回はこの酸とこの塩基中和することによって一モルの水が生成しました。その時に発生した熱量が五十六点五キロジュールですよ。ということで、まさに H プラスと O 一マイナスのことに関して見ているということになりますね。さあ、これが中和熱です。いかがでしょうか。定義が分かってきた。一モルあたりで見ていますよね。ここを間違えなければしっかりと。 問題を見ることできるようになりますからちゃんと覚えておきましょうさあ練習やっていきましょうこちらです次の反応を熱化学方程式で表せという問題ですね1番目 C3OH の燃焼熱は726キロジュールパーモールであると書いてありますこれはメタノールというアルコールです さあこいつを燃焼させると7 2 6ール発生すると書いてあるんですけど気をつけてほしいのが燃焼熱はってて書いてあるんですよつまりこのメタノール1モルあたりで7 2 6ール発熱したという方程式を立てるしかないんです。ということで。 まずはスタートこれですねメタノール液体の状態ですこいつ一モルあたりですからこいつの係数は絶対に一なんですさあこれによって気体の酸素こいつと化合するわけですから このようにままず用意ができると思いますさあここで係数合わせですがこいつは1と決めているわけな。なんでって言ったら燃焼熱ですから基準は今回 COH こいつ1モ o あたりで定義するんだから絶対こいつの係数は1これに合わせてあげると絶対に CO の係数は1ですよね。さあここから係数を考えていくとちょうど H の部分ですがこれは全部で4ついます。だから必然的にここは 2になりますよねそうすると酸素の数が決まってくるここで2個ここで2個合計4個欲しいんです4個欲しいんでここにってやったらダメですよここに1匹いるんですよだから気持ち悪いんですがここには3個分を担当してほしいということになっちゃいますよねそうすると2分の3みたいな現象が起こってしまうんですが 熱化学方程式ではこれはよくあることなんです。そして忘れちゃいけないのが熱化学方程式ですよ。七百二十六キロジュルを書かなきゃ。さあそれが最後編です。こうなりますね。ということでメタノールの液体のものに対して気体の酸素こちら化合しましたら二酸化炭素の水が発生するんですが七百二十六キロジュルの発熱がありました。ということになりますね。よろしいでしょうか。 しっかりと燃焼熱っていう意味を分かっているからここを一にしたんですね。これを絶対に間違えないでください。さあ続きまして練習二番目ですね。H 二 O 液体の生成熱は二百八十六キロジュールパーモールであると書いてあります。気をつけるのは生成熱という言葉です。単体をスタートに変えてあげなきゃいけません。さらに一モルあたりって何かって。 1> 水一モルあたりですよいいですかここ間違えないでくださいということで A2 同2合わせまして 液体の水ができましたよという熱化学方程式を立てるんですが気をつけてください今日はこいつが1モルあたりという話でしたよねこいつが1度決まるのであれば H は右辺に2つしかないということはこちらも係数1とわかるただし気をつけるのが酸素なんです右辺に酸素1個しかありませんからこちらも1個にならなきゃいけないでしょということでここの係数は気持ち悪いんですけど 二分の一とするしかありませんね。さあ、これで物質が揃いました。あとは二百八十六キロジュール、この生成熱なんですが。水素、酸素と化合したら。ポンという爆発音と同時に、熱が発生しましたよね。その意味合いから。プラス二百八十六キロジュールとかけると良いでしょう。さあ、いかがでしょうか。生成熱という言葉の定義、ちゃんと覚えてください。 今回は、水1モルあたりに対する議論ですよね。そして、ちゃんと左辺が単体からスタートしているかも、チェックしておきましょう。さあ、本日のまとめです。今日は、いろんな熱を学びましたね。燃焼熱、生成熱、溶解熱、そして中和熱です。全部、 ある物質1モルあたりに着目していますよねこの定義を絶対に覚えてくださいこの定義をちゃんと覚えていればいろんな問題に応用が効きますしっかりと頭の中整理しておきましょうでは今日はお疲れ様でした